岩手県山田町出身、航空自衛隊松島基地第11飛行隊ブルーインパルスの佐藤隆弘です。ブルーインパルスはですね、航空自衛隊の広報を主たる任務としておりまして、アクロバット飛行等を行っています。あの当時はですね、奈良県の幹部候補生学校というところに入校させてもらっていたんですが、もう卒業式の準備のようなものをしていたという記憶があります。その中で震災が起こってですね、情報を得るためにテレビをつけたところで、偶然にも岩手県のですね、山田町の当時の映像がリアルタイムで流れていて、その映像を見てすごいことになっているのではないかなというふうな不安でしかなかったですね。普段いろいろな訓練はしていますが、特に岩手県の釜石市で行われたですね、ラグビーワールドカップでの展示飛行をさせていただいたというのは非常に印象に残っています。松島を離陸していったんですが、自分の母校が見えて、北にはですね、私の地元山田町が見えてきました。そういったものを見るとですね、非常に自分の地元ということでですね、感慨深い感じがしました。わずかですね、震災から9年足らずで、あのような国際大会が行われるようなですね、スタジアムが構築されて、そこで開催ができたと、復興とお話はするものですね、復興していない状況が目の当たりにできる、地形を見てただけではそういうふうに思いましたね。聖火到着式、ここでフライトさせていただいたんですけども、やはり宮城であのようなですね、イベントを開催できたことに関しても非常に光栄に思ってますし、松島がこれぐらいできるんだというところで国内外にアピールできる場だったのかなというふうには思ってます。私がここを離れましても、多くの方々に夢や希望、そして笑顔をですね、与え続けられるような存在でありたいと思ってますし、今まで支援してくださった皆様にですね、少しでも恩返しできるような場があったら積極的に参加していきたいなというふうには思ってます。